アンリエット・ド・ロレーヌは、ロレーヌ公・シャルル4世の妹。1629年、兄から、ロレーヌ公国の一部を帝国自家族法ファルスブール、リクセム公領として譲渡され、夫と共に統治することとなった。ロレーヌ公・アンリ2世の弟ボーデモン博・フランソワと、ザルム・ジョ博・クリスティーヌの間の、第三次、長女として生まれた。男子のいなかった、アンリ世は、 1588年ブロワ城で暗殺されたギーズ枢機卿の被着室市でロレーヌ宮廷に引き取って養育したアンセルビル男爵ルイド・ギーズに非常に目をかけており男爵を自分の長女ニコルと結婚させて後位継承者に指名するつもりだった。しかしこの計画は継承順位からすればニコルの配偶者として好意を継ぐ権利があるのは 自分の長男だと考えていた弟のボーデモン博との間に亀裂を生んだ。兄弟間の対立が激しくなると、ボーデモン博は妻子の身の安全のために彼らをボーデモンの所領に避難させた上、自身はミュンヘンに逃れた。両派による論争の中、アンリ二世は相当な苦労をして、広告の盗賊を説得して自分の味方につけると同時に、 弟、ボーデモンハクとも和解するために、リュッツェルブルク男爵をミュンヘニへ派遣した。ところが旅抜きと、リュッツェルブルクは南シー近くの町の大通りで、ボーデモンハクの護衛隊長だった、ピエモンテ人リゲを殺害してしまう。アンリ二世はこの事件を弟に知らせまいとしたが、ボーデモンハクは、この件を察知した。アンリ二世は先手を撃って、軍勢を集め、ボーデモンを包囲し始めたが、 頼みの綱だった議定のバイエルン公マクシミリアンは彼に味方せず、盗賊たちはボーデモン博との和解を混成した。ボーデモン博に朝廷を依頼されて、認知のボヘミアから戻ってきたドミンゴデ・ヘッス・マリア神父が公爵に兄弟で争うことの具をとうとうと解き、ようやく兄弟は和解するに至った。両者の和解の証として、百二十一年五月十八日、 公爵の長女ニコルとボーデモン博の長男、シャルルの婚約が成立した。ニコルとの縁談を失ったアンセルビル男爵は、保証としてボーデモン博の長女アンリエットとの婚約を求めた。アンリエットと両親は、数奇教の諸子との身分の釣り合わない縁組に抵抗したが、ドレーヌ公国の和合の大義に屈せざるを得なかった。 アンリエットと男爵の婚礼は1621年5月23日にニコルとシャルルの結婚は同年10月23日に行われた。アンリエットは自身の静着かつ高貴な血統美貌、知性及び教養に強い自信を持っており、何一つ好感の持てる部分のない押し付けられた結婚相手を徹底的に見下した。叔父のアンリ2世は 名が自分の養い子を嫌っていることを気にかけ、彼に財産を持たせることで、より魅力的な夫にしてやろうとした。公爵は男爵に対し、1610年、アプルモイコールラホレオ、その後、ファルスブールを与えていたが、アンリエットと結婚した後の1623年新たに、リクセムを買い与えた。ついには広域なビッチュ領主領を譲渡し、 死に際しては遺言で30万リーブルを依存した。アンディエットの兄シャルル4世は、ロレーヌ行為継承後、規定のアンセルビルトは、行為をめぐる、ライバル関係のため不仲だったにもかかわらず、規定を、リクサイム及びファルスブール校に昇格させた。しかし、アンディエットの夫に対する気持ちは相変わらず嫌悪と、無関心に満たされていた。 1629年フランス王ルイ13世の石白弱で無定権な弟ルレアンコーガストンが兄王に無本を企てた結果、ナンシーのロレーヌ宮廷に身を寄せたことが契機となり、アンリエットと夫ルイの夫婦関係は完全に破綻した。王廷に付き従ってきた長身ピュイローラン教、アントワーヌ・ドラージュがアンリエットを夫の見ている前で公然と誘惑したからである。 マルシュ地方の田舎貴族出身の野心家、ピュイ・ローランは、ドレーヌ公の妹の愛人どころか妹の事実上の夫のように振る舞い出した。アンリエットは、ピュイ・ローランの助力で、妹のマルグリットをオルレアン公と結婚させることに成功し、二人の婚礼は1632年1月3日に、ナンシーで、ルイ13西洋の同意のないまま挙行された。 立場を失ったルイド・ギーズは、ロレーヌ宮廷を去って、ミュンヘンに移り、1631年12月4日に、亡くなった。ルイの遺体は、サンピニーのサントリュシー教会に安置された。夫妻には、子がなかったため、ファルスブール及びリクセム公領は、妻アンリエットが相続した。王廷ガストンは、マルグリットとの結婚後間もなく、リシュリュ枢機卿に対する反乱に参加した罪を、 とあれで、ブルッセルに亡命する羽目になった。ガストンは、この武装放棄で、リシュリューの排除のみならず、フランス王位をも狙う勢いを見せたが、1632年に、同盟者のモンモランシー公爵の軍勢が、カステルノオダリ近郊で、国王軍に粉砕され、モンモランシー公が捕虜となると、ガストンが王位を奪う見込みは、全くなくなった。ピュイローランは、 王帝のブリュッセルへの逃避行を指揮し、王帝とルイ13世王の和睦を実現させ、1634年、フランスに帰国した。ピュイ・ローランは同年末に、リシュリューの親類の女性マルグリット・フィリップ・デュ・カンブと結婚し、公借用も与えられたが、1635年、リシュリューの命令で逮捕、投獄され、間もなく国死している。フランス王世は、 三十年戦争において、ロレーヌ公シャルル四世が神聖ローマ皇帝側に着いたことに起こり、ナンシーへ進軍した。シャルル四世は首都を救援しようと急行したが、フランス王の軍人に呼び出されて赴いたところ、リシュリューの関係で捕虜にされてしまう。囚われた、ロレーヌ公はやむなく、フランス軍へのナンシーやけ渡しを命じたが、皇尺家の中で、ファルスブール女公アンリエットだけは、 大胆にも、フランスへの屈服に反対した。彼女の妹のルレアン公爵夫人マルグリットはこれに、先月1633年8月23日、ナンシーを脱出していたが、アンリエットもまた、フランス占領軍の監視の目をうまく逃れて、ネーデルラントへ逃亡することに成功し、スペイン王室の権以下にあるブリュッセルの総督宮廷に保護を求めた。一方、パリ高等法院は、 アンリエットの全財産の没収を決議し、1633年には彼女が兄シャルル4世に抵当物件として譲っていたブレ伯爵領も没収の対象となった。アンリエットは兄シャルルの人生が最も劇的に転変した時期に居合わせた。公爵が1634年ブリュッセルでベアトリックス・ド・キュザンスと恋に落ちて結婚しようとした際、 アンリエットはこれに強く反対し、結婚を一時的に諦めさせた。また1635年夏、シャルル4世がラホルス公爵及びアングレーム公爵の軍勢が占領するドレーヌ公国に軍隊を進めた際、アンリエットは兄と共に軍勢を率いた。所領を没収されたアンリエットは、経済的な問題に直面したため、周囲は教養もなく病弱だが裕福な。 ピエモンテ人貴族、ソレーロ公爵、カルログアスコとの再婚を進めた。二人の婚礼は1643年10月11日に、ベヘレン大司教、ヤコブス・ボーネンの詩式で取り行われたが、ソレーロ公爵は、翌1644年妻の権利によりリクセム、およびファルスブール公を名乗ったものの、すぐに亡くなってしまう。1649年、 ネーデルラント総督を務めたカステロ・ロドリゴ公爵の息子、ルミアレス伯爵、クリストバンデ・モーラと三度目の結婚をするが、こちらもすぐに死に別れた。その後、再び金銭問題のために、1652年アントウェルペンにて、裕福なジェノバ人貴族のジュゼッペ・フランチェスコ・グリマルディ公爵と四度目の結婚をした。グリマルディはアントウェルペンで事業を展開していた。 アンリエットの兄シャルル4世は、この結婚に非常に不満で、一時はアンリエットやその夫を監禁したこともあった。しかし結局、グリマルディはシャルル4世からリクセム及びファルスブール公を名乗ることを認められた。アンリエットは、ロレーヌ公国の復活が約束される、バンセンヌ条約の締結を待つことなく、フランススペイン戦争の終結が宣言された。 ピレネー条約が結ばれると間もなく、夫を連れて、ロレーヌに帰国した。居城の一つサンピニー城は、長年の戦争の影響で荒廃していたが、グリマルディの金で快適な住まいに修復された。アンディエットは、自身の所領の一つ、ヌフシャ島で暮らした。ピレネー条約の交渉中、アンディエットは、スペインの後ろ盾を得て、自身の以前の所領を全て回復することに成功した。 ところが、フランス王ルイ14世が、ファルスブールの地理的重要性を考慮してこの地域を、割上するよう求めてきたため、ファルスブールは戻ってこなかった。ファルスブールのフランス領への割上は、バンセンヌ条約の締結により確定した。アンディエットはこの条約が結ばれる直前、1660年11月16日に、ヌフシャ島で亡くなった。彼女の意外は、 最初の夫の眠るサンピニーのサントユシー教会に安置された。アンディエットには後を継ぐべき子がなかったため、1661年、ロレーヌ広告宮廷会計局は、彼女の所領、資産はすべてロレーヌ公に回収されると布告した。ただし、リクサイム公領とサンピニー城は例外で、これらはカフ・グリマルディが終身で保持すると定められた。グリマルディは、 義兄シャルル4世と和解し、ナンシーの宮廷で、区内長官として徴用され、1663年に、フランス王とロレーヌ公の間で結ばれた、マルサル条約の交渉を担当した。そして1670年、シャルル4世が、フランス軍の侵攻を前に、ロレーヌを脱出すると、これにつき従った。グリマルディは1693年8月29日に、 サンピニーで死去し、意外は、妻の葬られている教会に安置された。妹、マルグリッドのママ娘にあたるグランドマドモワゼルは、アンリエットの生涯を題材とした物語文、ファルスブール女子の色恋を執筆し、隕石のおば、アンリエットを剣をしていたことを、はっきりと表明している。アーシュ、グルーバーによる。シュベニックによれば1611年4月7日。シュベニック。 アッシュ、クルーバーによれば、二組のカップルとも1621年5月22日、ドミンゴデ・ヘススマリア神父の詩式により結婚したと、される。エマーヒン・シュライブと、ヘンリー・デ・ボーバウ、ロートリン・ギシャー・ゲサンター・バイム・ポップスと、エインマン・フォン・グーテム・アウス・セヘン・ウント・グター・グローサ、サンフト・ミューティング・バーガー・リック・リベラル・ウント・ムーティッシュ。 ウンとアブおル erk ネンゼアゾルテンベルシュタントッテ、カーンマンデノクサゲンダス er ア,アレアイガンシャフチンハットダイアイネンマンリーベンスワートマッケンクネンハットイーレボルテハットオーガスティンカルメットインセナーイストアールデロレーヌニードルゲシュリーベンハットセリーリオ、サルレオとも表記されるシュベイニックによれば1649 50年頃に死亡ありがとうございます